マリアン・ルプは、モルドバの政治家。現在、同国議会議長。また2回目の議長就任と同時に、2012年3月まで、同国大統領代行も務めた。かつては、モルドバ共産党の幹部であり、ジナイダ・グレチアヌイの後を継いで首相に就任する、最有力候補と見られていたが、2009年6月3日に、モルドバ議会が大統領選出に失敗する直前に、共産党を内側から改革することは不可能だとして離党した。その後、モルドバ民主党から党首就任を打診され、これを受け入れた。モルドバ民主党は2009年5月の総選挙では、規定得票数に達せず、議席を確保できなかった。その後行われた2009年7月の総選挙では、モルドバ民主党は13議席を獲得して、第4党となった。ルプは、モルドバ国立大学で経済学を学び、その後ワシントンとジュネーブで、それぞれ国際通貨基金と世界貿易機関に勤務した。2001年6月に経済副大臣に指名され、2003年には経済大臣に昇格した。2005年の総選挙の後、モルドバ議会の議長となった。2009年5月に議長を退くが2010年12月より、再び議長を務めている。母語のルーマニア語のほか、英語、フランス語、ロシア語を話す。ありがとうございます。